松枝田博樹は神奈川県南足柄市出身の陸上競技選手。専門は長距離種目。2020年東京オリンピック代表。創業高校、順天堂大学スポーツ健康科学部を卒業。2020年現在は富士通に所属している。中学時代まで小学生の頃まではソフトボールのピッチャーを務めており。 たまに地域のマラソン大会に出る程度であった。また、運動会ではヒーローでしたと後のインタビューで語っている通り、小学生の頃から常に夢を持って走ってきた。岩原小学校時代はソフトボール少年だったが、家族と一緒に箱根駅伝を観戦した時、小田原中継所で目にした、初代山の上順天堂大学の今井正人選手が果敢に、 山登りに挑む姿に憧れを抱いた。自分も今井選手と同じ大学に入って、箱根駅伝で5区を走ると、松枝選手は心に決めた。高校時代中学3年時に全国大会に出場すると、その成績を認められ、小田原原保久佐国際高等学校監督である石塚康夫に声をかけられ、また一つ上の世代には、当時高校。 ナンバーワンと称される、新川翔太も在学していたため、創業高等学校に入学することを決める。また、入学当時から長距離の種目に進むわけではなく、スピードを磨くため800メートルに専念し、同級生のイケメンスーパールーキー、稲垣周平らと切磋琢磨した。3年時には800メートルで、全国高校総高などの成績を果たす。 大学時代順天堂大学スポーツ健康科学部所属。現在富士通所属。ありがとうございます。